ご飯時とはいえ本当にすごい人手だね。でもこれだけいい匂いがしてるとみんなが並ぶのも納得だよね。私は何を食べようかな。かおり、まだ決まらない？あ、決まったかも。お、よしよし、それはよかった。じゃあ、そのご飯代をかけて私と勝負だよ。私ともやるんだ、それ。いい加減、リカが勝ちそうだけど。勝負、受けてくれるよね。受けてくれないと暴れちゃうぞ。はいはい、じゃあやるよ。じゃんけん。はい。あれ、勝った。負けが混んでるね。うっそー、悔しい。やったね、得しちゃった。一品しか買わないわけじゃないよね。お腹空いてるよね。そこでも勝負だよ。勝つまで諦めないんだから。じゃんけん、ほい。ほい。ほい。また勝てちゃった。リカがこんなに負けるなんて珍しい。っていうか、じゃんけんで全敗とか、やった回数を考えたら結構な確率になるんじゃない？逆方向についちゃってるね。ぐ、もう一回、もう一回勝負。もうこれ以上は勝っても食べられないよ。甘いものは？まあ、別腹かな。はいはい、付き合えばいいんでしょ。やったー。なんでー。本当に逆方向についちゃってるね。負けも半端ないところは美化らしいけど。いいか、もうやめておきなよ。負けたお金、結構な金額なんだしさ。やだ、沙織、もう一回勝負。もうご飯もデザートも買っちゃったじゃない。それなら洋服をかけよう。私が勝ったら、明日行く予定のショッピングモールで負けた分と同額分の洋服を買って。嫌だよ、私受ける必要ないもん。そんなこと言わないでよ。お願い、次は絶対勝てる気がするの。多分そういう流れなの。負けたら何でも一つ言うこと聞くから。はあ、しょうがないな。やった、洋服洋服お洋服。沙織、いいの？相手はリカだよ。本当に最後の月があるかも。受けなかったらずーっとむくれちゃうでしょ。はい、やるよ。じゃんけん。ほい。うん、私の勝ちだね。嘘。嘘じゃないよ。じゃあ私のお願い聞いてね。今後、賭け事は禁止です。わかった？